おなじみルローの番組ラクナジャーナルでございます。本日はですね、大阪メトロで開催しておりますね、こちらスタンプラリーね、やってきました。10カ所ね、これから回ります。今はね2時半ぐらいかな。そこからまあ5時間ぐらいね回れるんだろうということで、はい、ジンベエ一番最近ね、メンバーに入ったね、麦わら一味総田氏、ジンベエ元大岡七部会ですよ。大岡七部会がね、こうして麦わらの一味に入ったというのはすごく大きなね衝撃でもありました。まあ入るだろうと噂されながら、こうね正式に入ったのは和の国の戦いから入ってきたと。太陽の神ニカの話も知っていたり、まあ、物知り博学な人ですからね。多分実物もっとでかいです、これ。なんでこの大きさなんですよ。なんかね、こういう感じで一個一個ね、そのまつわるエピソードであったり豆知識であったり、そんなことを言っていきたいなと思います。ジンベエ、もともとは太陽の海賊団というところにいて、そこから魚人海賊団を経て今麦わらの一味ということですね。魚人空手の使い手ですね。今日こんな感じで回っていくんで、まあなんせ10カ所行かなきゃいけないんで、ちょっと足早に行きたいと思います。それではリンガサルシー。